いらっしゃいませ。ただいまセール実施中でございます。どうぞご覧ください。アウターをお探しですか？はい、いえいえ、まあまあちょっと秋物のアウターですとですね、今年の流行はやっぱこういう色で、はい、今お客様が着られてるそういうの T シャツにもそのまま合わせられますし、本当にこういうの今一番人気でしてですね、すごく合わせやすいアイテムになっております、うん、でこういうアウターでしたらですね、最近こういう襟のないタイプのシャツがですね本当に流行っておりまして、うん、こんな中に合わせていただいて、で外側にこれ着て羽織っていただいて、であとはこの首筋にこういうのをピトってつけていただくと、あ、なんでそっちがそんな驚いてるんですか？何今の？熱々の鉄球ですけど。なんでだよ。なんだよ、首筋に熱々の鉄球なんだよ。すみません。大変失礼いたしました。間違えました。何間違えたらそうなの？順番を。いや、順番とかじゃないけどね。そもそも服屋さんで熱々の鉄球ダメなんで、シーってなんだよ。あとこちらのシャツ単体で着られるんでしたらですね、今お客さん入ってらっしゃる幅の広いダボっとしたパンツよりもですね、こういう幅のピチッとしたチノパンとかを合わせていただいた方がね、まとまりがつくかなと思いますけれどもね、うん、でこれに加えて、あとはワンポイントのアクセントとしてこちらのスタンガンを太ももにこうやって押し当てて、なんでそんな驚いてんだから。自分でやったんでしょ、だから今。はい、自分がやったのになんでそんな驚いてんの？僕が、いや、そ、はい、そのスタンガンを、俺のお客さんの太ももにこうやって当てて、え、じゃあ何やってんだバカ。え、なんで電源入れてんだよ。トレンドカラーですよ。え、トレンドカラーです、このスタンガン。お前取り憑かれてんのか、なんかに。もういいよ、お前もうどっか行ってくれよ。いや、お客さん、そういうわけにいかないんですよ。いや、怖いもん。いや、お願いしますよ、お客さん。おい、近寄んなよ、お願いします。なんか持ってねえよ。いや、お客さん、すいません、近寄んなよ、お前。お願いしますよ、お客さん。いやいや、お客さん、お願いしますよ。俺今何お願いされてんだっけ。あ、お客さん、え、さっきのこの鉄球もう触れます。え、いやいや、もういいよ、その鉄球。いやいや、本当ですって。もういいよ、別に。ほら、どれ。あっと、どうしたいんだよ、俺。お前クソ。あー、もうムカつくわ。いいわ、もう。試着室どっち？あそこです。